163番です。レンズの位置を変えます。物体とスクリーンは変えません。そうするとレンズの位置をずらすんですが、2箇所でスクリーン上に像ができましたという問題です。物体からレンズまでの距離を A と置くと、レンズから物体までスクリーンまでの距離は 90-A、B の代わりに 90-A と置けます。これをレンズの式に代入しましょう。A 分の1足す B 分の1は F 分の1に代入します。A が A です。この A を求めましょう。レンズの位置は2つありますよと言っています。90-A 分の1。凸レンズ、焦点は、焦点距離が20ですから、プラス20分の1を代入します。通分すると、A かける90-A 分の90-A プラス A イコール20分の1、これ消えます。1800イコールマイナス A 次乗プラス 90A です。左辺に移行して A 次乗マイナス 90A プラス1800が0、これ因数分解できますね。 Aマイナス A マイナス30と60、サブ68足して9、つまり A は30と60センチの位置になります。